米大リーグロッキーズ7、6ドジャース、19日、米コロラド州デンバークアーズフィールド、ドジャース大谷翔平投手、29、が19日、日本時間20日、敵地、ロッキーズ戦に、1番、指名打者でスタメン出場し、3点を追う2試満塁の2打席目は走者1走で同点に追いつく3点的時2塁打を放った。今季満塁で安打を放つのは5度目で初めてで、 4試合連続の安打と打点になった。ドジャースは同点で迎えた9回にサヨナラ打を浴びて、連勝が3で止まった。大家の初回戦闘の1打席目は初球に反応するも、先発右腕でフェルトナーの前に三者比。それでも3点を追う2回死満塁の2打席目は、左中間へ同点に追いつく走者一走の3点適時二塁打を放った。 4回西の3打席目は2塁ベース寄りを守っていた3塁手正面への3ゴロ。6回西走者なしの4打席目には2番手右腕、ミヤー,ーズから右前安打を放ってマルチ安打とした。メジャー通算774安打で、青木紀一花の日本人歴代3位に並んだ。この日は5打数2安打3打点1三振で、打率は3割一部7厘になった。前日18日、 同19日の敵地、ロッキーズ戦では、6回先頭の3打席目に中堅へ2試合ぶりの本塁打となる20号ソロ。飛距離476フィート、約145メートル、は、今季のメジャー全体で最長で、大谷にとっても自身キャリア2番目の距離という特大弾だった。大谷は1番に入ってから3試合連続でマルチアンダー打点をマーク。 チームも前日は5点を追う9回に代打、ヘイワードの満塁本塁打と、T、ヘルナンデスの逆転スリーランで大逆転勝ちしていた。